ここでリリーフ登板となりました。マウンド上、玉木。今日はホームランを放っています、中村。いいコースに決まりました。この段階で決めてくるか。打ち取ったか。どうだ。ノーアウトからランナーが出ました。ピッチャーは玉井。この球には手を出しません。これはアウト。アウトを一つ取りました。ランナーは一塁。ボールか。バッター、ライト後方。目の覚めるような弾丸ライナーを放ちました。さあ大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。ベイスターズ、これで勝利をほぼ確実なものにしました。明暗がくっきりと分かれている両チーム。センターへ。センター余裕を持って構えます。これは見ました。ボールか。打球はセカンドへ。シングルヒット。今日はホームランを放っています、グラン。二遊間抜けるか。スコアリングポジションにはランナーがいます。ストレートから入った。スタンドに入りました。ファールボールです。ライトはどうか。ベイスターズ、さらに差を広げました。このチャンスにタイムリーヒットを放ちました。ベイスターズ、さらに差を広げています。ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。ジャストミート、入った。連打を浴びています。バッター飛んでゆく。これも入った。小川、甘い球を逃さず捉えてレフトスタンドへのアーチです。今ファン大歓声の中悠然とした足取りでホームへと向かいます。ベイスターズ、これで勝利をほぼ確実なものにしました。玉木、このイニングには2打を浴びています。ツーナッシング。一気に勝負してくるか。左中間への打球だがどうか。長い攻撃が終了しました。
7回の表、ベイスターズ追加点を入れてさらに差を広げています。まだ疲れは見えません。三浦、ツーナッシング、一気に勝負してくるか。低めを丁寧に攻めていますが、次のボールはこれはスイングアウト、ランナーはありません。打ち上げてしまいました。簡単にツーラン。今日タイムリーヒットを放っている新井、ツーアウトからですがランナーが出ました。ファウルボール、早くも追い詰めました。当たりは今一つ、これはアウト。7回の裏の攻撃が終了しまして、この回のカープ1人残塁で無得点です。この回の攻撃はラストバット。ここでリリーフ登板となりました。マウンド上、菊池原。打球はショートへ、ノーアウトからランナーが出ました。この球には手を出しません。一、二塁間抜けるか、ランナー二塁でストップ。スコアリングポジションにはランナーがいます。ストレートから入った、際どいところに入りました。早くも追い詰めました。レフトはどうか、ランナーホームへ、ボールは返ってこない。金城、ここでタイムリーベイスターズ、大差をつけて一方的な展開を続けています。明暗がくっきりと分かれている両チーム。ストレートから入った、際どいところに入りました。一気に勝負してくるか。右中間、どうだ、頭の上を越えた、二塁へ、悠々ホームイン。ベイスターズ一方的な展開を見せています。タイムリーツーベースを打ってこのチャンスを生かしました。ベイスターズさらに差を広げています。ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。初球は外してきました。ピッチャー返し、ベイスターズさらに差を広げました。このチャンスにタイムリーヒットを放ちました。ベイスターズさらに差を広げています。
から連打を浴びています。当たりは今一つ、ランナーホームに突っ込む、余裕を持ってアウト。今日は大当たりです。中根ストレートから入った。この球には手を出しません。早くも追い詰めました。二遊間、三塁でストップ。この打席でサイクルヒット達成なるか。右に切れました。これはファールボール。これは見ました。早くも追い詰めました。打たせました。ホームを狙う。ホームラン。ベイスターズ一方的な展開を見せています。このチャンスにタイムリーヒットを放ちました。ベイスターズさらに差を広げています。今日はホームランを放っています。中村、打球はセカンドへ。二塁ランナーホームへ。ボールは間に合わない。中村ここでタイムリーヒットを放ちました。ベイスターズ大差をつけて一方的な展開を続けています。さあ低めに変化球を集めてゲッツーを狙っていきたいところ。二遊間、二塁ランナーホームへ。変化球から入った。これは見ました。一気に勝負してくるか。レフトへ飛んだ。この位置から間に合うか。三塁ランナースタート。悠々ホームイン。成功です。ベイスターズさらに差を広げています。塁には出したくないバッターです。ストレートから入った。ファウルボール。早くも追い詰めました。レフトはどうか。レフトスタンドに花火を打ち上げました。さあ大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。ベイスターズこれで勝利をほぼ確実なものにしました。ど真ん中、長い攻撃が終了しました。8回の表、ベイスターズ追加点を入れてさらに差を広げています。塁には出したくないバッターです。これはどん詰まり。ノーアウトからランナーが出ました。もっと塁を埋めていきたい。ピッチャー返し、スコアリングポジションにはランナーがいます。打ち取ったか。二塁へ。463のダブルプレー。ベイスターズがっちりとしたチームワークを見せています。ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。変化球から入った。
変化球を続けてきた。一気に勝負してくるか。三球三振。ここはきっちりとバッターを打ち取りました。8回の裏の攻撃が終了しまして、この回のカープ1人残塁で無得点です。今日はホームランを、ここでリリーフ登板となりました。マウンド上シュールストロム。ピッチャー返し、余裕を持ってアウト。ピッチャーはシュールストロム。打ち取ったか。一塁、これはいけません。スコアリングポジションにはランナーがいます。ライトはどうか、難なく掴んでいます。際どいところセーフ。ここはきっちりと抑えなくてはいけません。ベイスターズダメ押し、点を入れました。小川ここでタイムリーツーベースを放ちました。ベイスターズ大差をつけて一方的な展開を続けています。明暗がくっきりと分かれている両チーム。ストレートから入った。9回の表、この